本日はありがとうございました。長年お世話になっている調布市、そして、学校の、千川劇場で素敵なプログラムをたくさん伴奏させていただいて、とても楽しい時間でした。ありがとうございました。はい、今日は本当にありがとうございました。とっても私にとって貴重な機会でしたので、心を込めていろいろな日本の歌を歌えたことを本当に幸せに思います。本当にありがとうございました。聞きに来たんですけれども、とってもアットホームな演奏会で純粋に楽しませていただきました。こうやって日本語の歌ばっかり聴くのもそんなにないから、それがこの千川で聴けたのはすごく嬉しかったです。ありがとうございます。はい、今日は、志村さんの歌、松本さんのピアノ、そして作曲家の上戸真紀先生までいらしていただいて、日本の歌を紹介できたのはとても嬉しく思いました。そして何より、久しぶりに舞台上で喋、れたのがとても嬉しかったです。萩原さんと一緒に喋ると長くなっちゃって大変申し訳ないと思いつつ、今日も長いコンサートになりました。ありがとうございました。今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。